はい、熱海駅に到着しました。めちゃめちゃ寒いです。今からね、京都もある旅館に早速向かいたいと思います。寒い。旅館に行く前にちょっと帽子が買いたいので、ニュー熱海さんっていうね、ちょっとお店に行きたいなと思ってます。すごく可愛くてね、おしゃれなお店で、さっきねネットで見つけたんですよ。はい、歩いております。最近ね、髪の毛がぺったんこなので、ちょっと帽子をかぶりたいなと思って帽子を買いに行きます。すごいおしゃれそうなねお店でした。あ、風が強い。あ、せっかく結んだのに、なんてこうなる。多分ね、あと3分ぐらいで到着します。こちらはね、前にも来た熱海プリンです。すごく映えます。あそこですね。そんなとこにあるんだ。静岡東武同盟で応援よろしく。はい、応援します。拡散しますねすごい可愛い。このグラスも可愛い。いろいろ買ってきました。めちゃめちゃいいお店だった。店員さん優しいし、すっごい世界観が大好き。可愛かった。ぜひみんなにも行ってほしいです。めっちゃ待って、袋も可愛い。はい、見えてきました。結構坂を登ったので息切れしてる。熱海は本当に坂が多い。はい、京都丸宿に到着しました。息が上がってる。今から行ってきます。はい、チェックインしました。見て、すごいよ。何か煙が出てますよ。すごい。これね、また後で見に行きます。とりあえずお部屋に行きましょう。アイスがある。アイスだ。5階、5階、5階。510番。あれか、ここか、こっちかな。あら、あ、ここだ。角の部屋だ。お、入りました。こっちは洗面所っぽいな。先にこっちの部屋見ていきます。あ、待って、こっちやん。こっちは、こっちだ。めっちゃ広い。今回ね、ちょっとね、奮発してスイートルームにしてみたんですよ。部屋まだあると。え、ちょっとすごい。まずここに机と椅子があって、これ何、デカソファーや。デカソファーにマッサージチェアまである。これ癒されちゃうじゃん。眺望はどうでしょうか。わー、大好き、こういうの。私こういうの大好きなの。あのね、私建物フェチみたいなところがあって、こういうね、建物大好きなの。いいわ。しかもあそこにお城も見えるじゃない。見えますか、お城です。熱海城かな。いや、いいね、ワクワクしてきた。はい、空気清浄機がありまして、部屋がたくさんあって楽しいぞ。いやおしゃれすぎん。おしゃれ。スイートルームってすごいな。こんなお花まであって、いや、すごいね。こちらはコーヒーマシンとケトルかな。寝室にも空気清浄機があります。いいですね、ツインですよ、ツイン。いやー、素
敵。実はね、今日が2022年最後の旅行なので、ちょっと奮発してみました。でもすごくリーズナブルだった。うん、めちゃめちゃいい。すごいおしゃれ。もしかしてこの扉はさっきのさ、玄関に繋がってるのかな。やっぱ玄関だ。玄関に繋がってる。なるほど。こっちは寝室だったんだ。じゃあ洗面所行きましょうか。洗面所。よいしょ。ここのリビングの隣に洗面所があります。おお、アメニティもたっぷり。イエーイ。はい、今日の服装はこんな感じでした。こんな感じ。このリボンを結ぶのに30分もかかったんですけど、結局うまく結べなかったリボン。でもまあいつもよりマシか。そしてここがトイレかな。はい、お手洗いでした。お手洗い広いね。お手洗いめっちゃ広い。あ、洗面所までついてます、トイレに。すごい。あ、電気ついた。あとはここのクローゼット。あ、タオルめちゃめちゃ入ってる。っていうかクローゼットが広いと思うんだ。広いよ。いろいろ入ります。こんな広いお部屋初めてだ、本当に。あー、すごいな。テレビもついてるし幸せだな。でも本当今年頑張ったからな。本当に頑張った。すごいでしょう。あー、かなりくつろげそう。いや、いいですね。よいしょ。やばい、そうだ。16時からね、貸切露天風呂予約してるんで、こんなくつろげる場合じゃない。先ほどニューアタミさんで買った帽子かぶります。これめちゃめちゃ可愛いよな。一緒にね、静岡盛り上げていきましょうって話をして、本当にいい人だったなぁ。おー、かわいい。かわいい。めっちゃ似合うし。はぁ、ちょっと待って待って、みんなで見てほしい。めっちゃかわいい。かわいいでしょ。あらー、私やっぱ帽子似合うわな。どうかしら。熱海アピールです。こりゃいいもの買いましたわ、ニュー熱海。うん、かわいい。これに座ったりして、よいしょ。ふぅ、結構いつも暗めの服を着ちゃうんだけど、こういう風な白も可愛いね。似合うわ。はい、改めまして夢いろはさんに到着しました。はい、実は今回はお祝い旅行ということで、チャンネル登録者数20万人達成記念でこちらに来ています。今この撮影をしている段階ではまだね、20万人実は行ってないんですよ。ただこれを公開する頃には20万人行ってるといいなという気持ちを込めて前祝いでございます。そんなお祝いの動画をやっぱり私の地元静岡県がいいなと思って、今回熱海をセレクトしました。もっともっとね、静岡県盛り上げていきたいので、ぜひぜひ皆さんこれからも応援をお願いします。はい、じゃあ貸切露天風呂行ってきます。ここでサムネも撮っちゃおう。本日はこちらの月の湯に入ります。はい、貸切露天風呂月の湯に来ました。うわ、すごい素敵なお風呂。早速中を見てみます。わー、すごい。こちらに洗い場もありますね。洗い場は2つあります。うわ、素敵だな。これ素敵だな。広い。とても大きな露天風呂です。あちらのお庭もとても綺麗ですね。素敵。あ、お湯もあったかい。こちらね、洗面所もついております。あ、鏡とかもありますね。ヘアバンドとかブラシとかもあります。では早速お風呂に入ってきます。はい、ゆったりと温泉に浸かっております。開放感がすごくいいですね。このね、お湯が出てくる音、これが癒されますよね。今まだ時間が4時ぐらいなので、まだ空は明るいです。雪がふわふわってしてるのがすごく綺麗で美しい。極楽です。本当に気持ちいい。こういう貸切露天風呂があるとね、ゆっくりできるからめっちゃいいです。今日はね、貸切露天風呂プランにしてやります。家族で来てもね、やっぱカップルで来ても絶対楽しいと思う。やっぱ温泉くっと癒されんなね。こちらの温泉の泉質はナトリウム、カルシウム、塩化物温泉ということでした。皮膚に塩分が付着し、汗による水分の蒸発を防ぐため保湿効果がありますということでした。
あ、水あった。水も飲めます。他にも貸し切り露天風呂はあります。ビールも買えるんだね。ビールとハイボールがあります。なんだこんなのがあるんだね。ちまきとか美味しそう。ご飯前だから諦めるけど美味しそうだな。美味しい。めちゃめちゃ美味しいわ。寒いとこで食べるから余計美味しい。卵も頼みました。熱い熱い熱い。もう湯気がいい感じ。すごい湯気が見えるかな。湯気がすごいんすよ。ゆで卵もちゃんと湯だってる。熱い、はい、ゆで卵いただきます。うん、熱っ。すごい幸せだ。わあ、湯気がすごい。はい、お部屋に戻ってきました。はい、ご飯が、19時からなので、それまでねちょっと動画編集などして過ごしたいと思います。いやー、すごくねちまきが美味しかったでは編集してきます。ご飯行ってきます。あ、もうすでにいい匂いがしています。楽しみ。お酒、あ、ノンアルコールなんだ。ノンアルでもいいな、仕事するし。この後これも気になる。ノンアルでいいって言いながら酒を見ちゃうな。越後親父。まず右手前のものこちら、あのクヤムシと呼ばれますチャームシでございますですね。中に豆腐が入っているのが特徴のチャームシになってございます。前菜がナスのごま和えとイワシの酢の物でございまして、お次お刺身ですね。本日ハマグロの中トロとハマチメダイになってございます。真ん中の駅こちらですね、蓋開けていただきますと黄身の煮付けが入ってございまして、最後お肉ですね、後ほど、鍋に火をつけますのでしゃぶしゃぶでお召し上がりいただければと思います。はい、いただきます。これね、お豆腐が入っているチャーハン蒸しなんだけど、桜エビも入ってます。見えないね、こんな感じ。うん、美味しい。眠りのスカッシュがこちらになります。よくかき混ぜてですね、お召し上がりください。こちらがね、レモネードです。すごく綺麗な色のレモネードでございます。炭酸ありと炭酸なしの方を選びました。じゃあ私、炭酸ありの方をいただきます。あ、すっきりしてる。さっぱりしてて美味しいわ。うん、すごい美味しい。本当に全部美味しそうすぎて。次、なすの味噌和えかな。優しい甘さだ、うん、お刺身でございます。お刺身、やっぱりね、お刺身ですよ。静岡お刺身が美味しいから。うんうん、ぷりぷり美味しい。すごい美味しいんだけど、うん、このお刺身すごい美味しそうでしょ。めっちゃ脂乗ってそう。絶対美味しいから。うん、脂が乗ってる。美味しい、美味しいこのね、リンゴ満作が美味しそうなので、これのソーダ割りを選びました。キンメダイ、大きいのがわかるかな。
よかったらお先にですね、軽くお料理締めさせていただければと思います。しゃぶしゃぶ。おあったまるわ、うん、オープン。うわー美味しそう。銀杏入ってる。うわー美味しそう。銀杏といろいろ入ってますね。具沢山だね。お米がツヤツヤなのよね。鶏の出汁効いてる、うん。幸せになれる。あ、なめこのお味噌汁だ。はい、今ね部屋に戻ってきて気づいたんですけど、ベッドの前にね大きなテレビあった。寝ながらテレビ見れるわ、最強ですわ本当に。はい、本当にねご飯が美味しかった。やっぱりね静岡はね魚が美味しいんだなって改めて感じた。絶対みんな静岡に来たら魚、魚介を食べてくれ。自慢の魚介です。あー静岡に生まれてよかったなーって、なんか改めて誇らしく感じてます。この大好きな県静岡県をね今後も盛り上げていけるように頑張ります。ということでちょっと休んだらまた動画編集をして、10時15分からね貸切露天風呂の今度夢の湯っていう方をねちょっと予約したので、また入浴シーン楽しんでください。はいちょっと休むか。You feel like summer days to me, warm tender sunny rays.I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history.